city is the center of chaos. Welcome to hell. You must retrieve that sample at all costs. Subject last spotted, heading into the sewers. Converge on the police station. Now! Alpha D, the situation is spiraling out of control!10回にわたってお送りする週刊アンブレラコアバトルステーション第1回です。よいしょ、イエーイ。なんか俺だけ変な位置にいるからね。ラティナーさんだけなんか特別解説席みたいなね感じで、なんか手前に変な人がってなんか書いてありました、コメントで。スタッフさんかな、配置に問題あるね。大丈夫です、ガチマン。男前だから。はい、ということで、この番組では、カプコンの注目対戦型シューター、はい、バイオハザードアンブレラコアを毎週徹底的にご紹介します。はい、実況者の皆さんによる対戦プレイなどですね、盛りだくさんの内容でお送りしてまいります。うん、司会は、この番組の進行を務めさせていただきます、声優の柚木春菜でお送りします。よろしくお願いいたします。かわいい、もう。かわいい。おい、ちょっと煮込みたいね。煮込む。ぶっ込みすぎでしょ。はい。出して煮込みたいなもん。はい。という、そしてですね、バイオハザードアンブレラコアのプロフェッショナルとして番組を一緒に盛り上げていただくこちらの方にお越しいただいております。マーミーさんでーす。どうも、マーミーさん。よろしくお願いいたします。今日はちょっとカメラがアップにならない事情があってすみません。引きのままいきます。はい、はい、すごいマスクですね。マスクさんかぶってます。まさかの、まさかの。そうなんかここがチームみたいになっちゃってますね。そうですね。はい、自己紹介を。犬マグロさん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。マイクは遠い。そしてそして、はい、さっきから横でね、いろいろと言っている皆さんをご紹介したいと思います。はい、これから10回にわたって闇の狩人としての腕を磨いていただきます。カプコン公認オフィシャル実況者のチームの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ガチマーさん、そしてドグマ風見さん、猫マグロさんでお送りいたします。よろしくお願いします。ご挨拶はじゃあガチマンさんから。私からですか。はい、代表で、そうですね、最近ですね、3日間ぐらい外で、仕事したせいで、完全に日焼けしております。実況者らしからぬ日焼けのしけてるガチマンです。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。みんな髪
ニックエッセイ買ってね、売れてますパパゲパパゲあえて言わなかったのに、はい、そしてはいどうも、スタッフの方ではないですネコマグロです、よろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、本当に奇跡的に被りました、本当です、すごいですね、はい、よろしくお願いします、はい、そしてはい、そして、ゲーム大好きドグマカザミです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、カプコンのね、公認のチームって言いましたけど、公認ですよ、ガッチマンさんゲームうまいし、こうね、やっぱシューターゲームってあなたうまいですからね、ドグマグロさん、私に関してはですね、もうやっぱにぎやかしのポジションなんですけどこの全何回かでこの初心者がいかにうまくなっていくかっていうのを皆さんにご覧いただければと思いますので、うん、今日も多分がっかりプレーが多いと思うんですけども、ネタもさっき言われますよ、一つ頑張れ頑張れっていうこと言っていただけたら僕も頑張りますので、ぜひとも下手くそながら頑張らさせていただきますので、ぜひとも清き一票よろしくお願いいたします、まあ、もうなんか真面目すぎて変な気がしますね、予防線張りすぎでしょいやだってこれいつか視聴者の皆さんともね対戦あるかもしれませんけどね、まあそうですね、ボコボコされると思いますからね今のうちに予防線張っとかないと、怖がりすぎです、まあまあ、すいません、頑張ります、楽しみにします、はい、お願いします、そしてもう一名、はい、なんとですね今回オフィシャルチームの3人の方と一緒に本作を体験していただくゲストをお呼びしております、それではお呼びしましょう、マックスさん、どうもー、よろしくお願いします、オフィシャルじゃないマックスです、よろしくお願いします頑張ります、オフィシャル、はい、オフィシャルじゃない、着替えてアントニオ・バンデラスみたいな分かんない、誰それ、ハリウッドの俳優やつよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はい、さてマーミン教官、うん、はい、バイオハザードアンブレラコアの発売まで1週間切りましたが、1ヶ月を切りましたが、はい、もうついにこの企画が始動しましたね、うん、はい、いやいやいや、もうね皆さんにおいでいただきまして、楽しみですね、はい、6月23日木曜日にアンブレラコアが発売となりますので、はい、皆さんお忘れなきを、楽しみにしている視聴者の皆さん多いんじゃないですかね、1ヶ月後で、1ヶ月後、はい、ごめんなさい、失礼いたしました、はい、この番組ではアンブレラコアの魅力のすべてをですねお届けしてまいりたいと思いますので、はい、皆さん瞬きせずにご覧いただけますか、それは無理ですよ、ドライアイはね、そうですね、ドライアイ、ドライアイは気をつけてください、はい、はい、ところで、はい、ガッチマンさん、トグマさん、ネコマグロさんのですね、はい、失礼しました、はい、こちらのお三方ですが、はい、今回その公認実況者チームということでお越しいただいておりますが、はい、アンブレラコアはお上手なんでしょうか、いや、そうだと上手発売してないからね、発売してないから、上手なわけないです、はい、君はバカなんでしょうかやったことありません、はい、発売前だ、視聴者もうまいかどうか分からないからね、やってないからね、はい、でもそうやね、強いて言うなら、強いて言うなら経験者です、うん、はい、あでも強いて言うなら僕も経験者です、ああそかそかそか、僕あの東京ゲームショウ昨年で並んでやりましたから、ね、2時間並んでやりましたから、ね、ありがとうございます、人カプコンで知ってる人いたからあーって言ったのにあーお並びくださいって前どうしてくれへんねん、企業様の鏡、あ、はい、そ帰って2時間並びましたね、そうね、平等運営、平等運営なんですね、はい、なんかちょっと噂で聞いたところによると、猫マグロさんはもうちょっとプレイを、私は1ヶ月、何、3月ぐらいの秋葉原のその体験会で、イベントでちょっとだいぶもう何十試合も遊ばせていただいて、なのでもう少しだけ知っているっていう、よくわかりました、はい、じゃあちょっと今日は猫マグロさんの知識を皆さんに伝授していただきながら、うん、ね、プロの方もいらっしゃいますから、はい、やっぱこうバイオらしさはこういっぱいあるの、うん、あります、まあもちろん、まあそこはいや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 、そこはごめんごめん、先に言っちゃったら助かります、いやいやいや、はい、はい、そしてですね、はい、本日のこうスペシャルゲストとしてお越しいただいたマックスさんも、はい、マックスさんゲームの中では TPS がお得意だとか、いやいやいや、どこどこそれ、マックスが TPS だと見たことないじゃん、逆ですよ、逆に書いてあるからいいんだよ、書いてある、書いてあるんすか、台本が全てだから多分誰も見てくれないよ、スタッフ適当なこと書きすぎですよ、びっくりした今見たことねえけど、でもマックスは割といろんなゲーム得意なんだもんね、まあそうですね、はい、まあそうですね、でもあんまりこういう系のゲームはやったことがなくて、うん、苦手なわけじゃないんですけど、うん、あんまりやる機会がなくて、うん、はい、はい、という感じですけども、成長次第だ ね、まあそうですね、うん、はい、頑張ります、ね、はい、よくわかりました、はい、ありがとうございます、はい、ということでですね、なんかコメントでもね、何でもいけるからなってちょっとね、な
んか煽ってますが、マーミンさん、適性が高いから今回、はいね、公認実況者の皆さんにはある目標に挑戦していただくんだとか。何でしょう、はい、はい、まあ最終ゴール地点は、まあ、番組の中で徐々に明らかにしていこうかなと思ってるんですけれども、はい、まあ、まずはやっぱりこのゲームを楽しんでいただいて、最終的にはユーザーさんとプレイしていただくと、はい、あ、それがもう本当楽しみ、はい、それを目標にしていきたいと思います。ユーザーさんのストレスを僕がね一手に引き受けたい。そうそうそう、ね、接待プレイするもよし、どんどんやれっつって、はい、ということで、はい、お三方にはもう番組を通じて、発売までは操作方法の基本ですとか、うん、はい、そういう、TPS、FPS の基礎とかっていうものを勉強しつつ、うん、はい、発売した暁にはバリバリユーザーさんと戦っていただこうと。いいですね、はい、なんかこれ見て買うかどうか決めるわってコメントもありましたからね。いや、もちろんな、そうですよ。責任重大やで俺ら。ああ、本当だよね。次、本当に公認だけど外されそうで怖い。だんだんゾンビになりましたとか。だんだんメンツが変わってたら怖い。あれって。嫌だな、それ。怖いですね。はい、皆さん座席を死守していただきたいと思います。そういう気持ちだな、これ。ここは安泰だからね。怖い、ずるい、ずるい。はい、恐れ入ります。ということでですね、それではまず皆さんお待たせしているので、はい、早速アンブレラコアの基本についてマーミンさんから教えていただきたいと思います。はい、じゃあ、私マーミンの方が、このアンブレラコアのゲームの説明を簡単に行います。まあ、皆さんね、さっさとゲーム画面見たいと思います。すいません、スピーディーにいきたいと思います。うん、そうだ。じゃあ、スライド出ますかね。はい、はい、バイオハザードアンブレラコアですけれども、従来のバイオハザードシリーズと違ってですね、このゲームは対戦型シューターということで、うん、基本的にはもうオンライン対戦、うん、メインの、うん、ゲームになってます。ね、うん、もちろん一人用プレイモードも、Gエクスペリメントっていうのはついてるんですけど、それはまた、別の回にご紹介しますけれども、まあ、基本はユーザーさん3対3チーム戦の、対戦プレイということで、このゲームのね、他のシューターとの特徴違いっていうのが、はい、まずスピーディーであること。なるほど、ね、まあね、移動速度とかもね、すごい速いんで、うん、ちょっとトレーラーとか見ていただいた方はお分かりかもしれないですけど、歩幅前進もすごい速かったりとかするんですよ。はい、そうですね、はい、キビキビみんな動いてます、ね、であれが、よくよくね、歩幅が速いってネタにされてたりしましたけれども、実際そのプロのその軍の方々、自衛隊の方々はかなりすごいスピードで歩幅するっていう。いろいろ歩幅に形態があるんですけど、はいはい、なんだかんだ早いんですよ、はい、プロはやっぱり練習してる。そうなんですよ。じゃあ模してるわけですね。そうですね、はい、でさらに、そういったそのハイスピードアクションプラス接近戦の醍醐味っていうのを今回、うん、入れてまして、割と中近距離間での戦い合いっていう、はい、まあ、結構カプコンが得意 な、うん、なところを、まあ、要素として入れましたっていう。なるほど。そしてさらに、もう一個バイオハザードならではのゾンビ、これですね、はい、右下にもずらーっと出てますけど、まあ、これがどういう状況でゾンビがどう、このゲームに絡んでくるのかっていうのはこの後説明します。うん、はい、はい、じゃあ次お願いします。はい、そしてこのゲームの、まあ、プレイしていくにあたっての一つのポイント、これがですね、アナログカバーっていうんですね。アナログカバー、はい、はいはい、これね、ちょっと右側の人と今左下と打ち合ったりとかしてるんですけども、このゲームの一つの特徴が、うん、アクションが結構こう段階的に自分で操作できる、うんうんうん、まあ、従来のカバーアクションだと隠れたら隠れるだけ、はい、飛び出したら飛び出すだけって感じだったんですけど、このゲームはですね、右上みたいにちょっとこう体をちょっとだけ乗り出すとか、うん、そういった、すごいマニアックなアクションが、はい、できるので、ちょい顔出しです、ね、まあ、それはこの後に、実機の方でね、見ていただこうかなと思ってます。ね、はい、はい、そして次のポイントで、はい、これゾンビ出てきましたね。ですね、はい、通常ゾンビはフィールド内を徘徊してるんですが、はいはい、なんと背中にあるゾンビジャマーというスーパーマシーンによって、はいはい、感知をされていない状況。なんでそんなハイテクな機械が。画面の人はもう一回感知されてます。そうですね、これなんですこれは今背中がちょっと発光してるんですけど、おーおー、壊されるとゾンビがバーッと壊されてるんだ。そうなんです、背中のやつを壊されるとゾンビ、はい、繊細な機械なんです。そうなんです、普段はあそこからなんかすごいなんかピピって出てって、まあ、そうですね、気づかれないけど壊れちゃうと、はい、おるぞおるぞと、はい、某なんとか粒子みたいなやつですね。ああ、はい、なんとか粒子みたいな、身のなんとか、身のなんとか薄いぞ。でそういうもので、一応そういうものがある中なんですけれども、別にそれ積極的に狙うっていうよりかは、はい、逆に逃げたりとか
してると当たっちゃうって感じなんですよ。結構判定がでかいんで。いやもういいコメントありましたよ。治るの治るの先生治るの治るの、これがですね、対戦中に相手を倒します、はい、で、うん、相手の邪魔が壊れてなかったらそれを、奪う、基本的には戦場で調達せよと。なるほど、はい、というような形でございますね。はい、はい、ということで、まあこのゾンビを使ったプレイなんかも今日はたっぷり見ていただければと思います。はい、で次あるのかな、はい、さあこれがね、あのスクリーンショットなんですけれども、はい、あの向かって右側の人注目してください。ちょっと鎌状の武器持ってると思うんですが、持ってますね、はい、かな、稲刈りかな。まだちょっと時期的に早いですね。警察署ですよね、楽、はい、これがですね、よく見たらそうだね。そうなんですよ、警察署です、ね、そこにも注目してほしいんですが、まあ、武器に今回注目していただいて、あれが今回のそのバイオハザードアンブラコアならではの特殊武器、すげえ、ゾンビバイルと言います。ゾンビバイル、はい、ゾンビバイル、バールじゃないですよ、バイル、ゾンビバイル、バイル、バイルのようなもので、バイルのようなもの、バイルのようなものバイルですバイル確定ですか。で、ゾンビバイルっていうのがこれがもうスーパー近接武器で、あの相手をロックオンして殴ることによって一撃で相手をほふり去ることができるというですね、ほふり去ればもう一撃で、すごい当たれば一撃、もうそういう、あのだから結局、あ、私僕は結構エイムが苦手なんですよとか、はい、プレゼン調整は私です、そうそうそう、そういうプレイヤーさんのために一応もう接近して殴ればとにかくチームに貢献できると、ありがたい、ありがたいもので使っていくと。これマービンさんコメントでもありましたけど、はい、左下の人派手すぎますね。派手すぎますよね、戦場にはいないですね、戦う気があるからこれがまあカスタマイズ要素もかなり豊富で、まあ細かくね見ていくと実はこういろんな武器を装備してたりするんですけど、はいはい、まあそれぞれに色を変えれたりとか、うん、なるほど、あとまああのなんですか、ワッペンワッペンつけたりとか、そういうカスタマイズも可能なんですね。でカスタマイズについてはまた、うん、後々後々これ目立ちますけど、エースはね必ず赤にしたらいいですね、なんか上級者ほど変な格好するする、うん、通常の3倍早いみたいなね、そっちの枝今日多いっすね今日多いっすね、嫌いじゃないですけど、もうちょっともうちょっとメーカー合わせていこうかね。まああとですね、あっちはどのメーカー武器も相当カスタマイズできるんで、でね、まあ実際に実は今日この後皆さんにプレイしてもらうんですけど、はい、事前のねリハーサルの時にもある程度カスタマイズしてもらってます。そうですね、はい、なんで、はい、どういったね装備があるかっていうところもこの後のプレイで注目してもらえばなと思います。やった。はーい。はい。楽しみですね。ありがとうございます。はい。ちょっと今回ゾンビを利用したゾンビバイルですとか、はい、新感覚のそのシューター要素っていうのがいくつかあったので、皆さんも非常に気になるところだと思うんですが、はい、ぜひぜひですね、詳しくは公式サイトに載っておりますので、そちらを、はい、楽しんでください。コメントからチェックしていただいて、はい、予習していただければと思います。お願いします。ウェスカーさん、広告ありがとう。ウェスカーさん。ウェスカーさん。ウェスカーさん、早く死んでください。溶岩落ちてください。なかなか死なないから。僕はワンのセリフ。まだメンションです。はい、すいません、確か俺サングラスだったら今日ウエスカっぽいな。あサングラス持ってこなかったんだろう。ガチっすか、ガチっすか、ガチっすか、すぐ裏切る、ガチっすか、すぐ裏切る、すぐ裏切る、すぐ裏切る、人間じゃない動きしてるって。ということで結構今予習してきましたが、実況者の皆さん、この対戦型バイオどうですか。もうでも僕バイオハザード本当に もちろんね全部シリーズやらせてもらってますけど、はい、ちょっと対戦型っていうのはなかなかイメージが湧きにくかったんですけど、今の説明でね、このゾンビをうまくちょっと使うこともあるのかな、そういうシーンも見られるのかなと思ったので、なんか僕下手くそですけど、こういうシューターゲームはちょっとこうわざと邪魔だけ壊してゾンビに囲まれるのもいいね、もう一人チームメンバーが行くとか、なんかいろんな戦略がこうね幅があるのかなっていうちょっとね、そうですね、思いましたけどもね。そうですね、はい、FPS とかああいうのは得意な人にさ、その打ち合いで絶対勝てないから、そうなんですよ、ちょっとね敬遠しちゃうんだけど、こういうのだったらいけるかもね、接近戦もできるみたいですね、仲間がね、個性が出ますね、うん、ああ確かに、まあ、ルールもいろいろあるんですか。これはルールもね、いろいろあります。あるでしょ、はい、以上は基本のルールっていうのが、はい、1ラウンド3分、そして復活なし復活なし、復活なしの、復活なし、要するにもうワンライフマッチって言われてるんですけど、怖いな、やられたらやられっぱなしっていう、今思いっきりコメントで思いっきり笑っちゃいました。ニセクリス、ニセウエスカー下固定コメントでめっちゃ面白かったです。すみません、失礼しました。はい、で、何の話でしたっけ、何だっけ、面白くて
確かそれっぽいなと思って。ちなみにこのゲームはバイオハザードの世界観でサバゲをやろうっていう一つのコンセプトがあるんですね。そうですそうですそうです。はい、なので結構そういうさっき言ったあのユニークな細かいアクションとかそういうのもやっぱりサバゲー場に遊びに行く感じで結構そういう遊べる要素がいっぱい入ってるんですね。はい、で一応そのサバゲーでよくあるようなルール、まあ、いわゆるポリタンク戦とかってそのなんか、はい、あの簡単に言うとポリタンクを奪って陣地に戻ったら勝ちとかバリエーションありますけども、ね、はい、そういったものとか、まあ、バイオハザードならではのすごい強力な敵が出てくるルールとかっていうのも色ありますね。ただの打ち合いだけじゃ済まないですね。そうですね。楽しみ、はい。全部説明したいんですけどね。そうですね。早くやりたい。早くやりたい。やりましょう。うん、じゃあ実際気になると思うので、そろそろゲーム画面を、はい、早速行きたいと思います。はい、まあ初回ということでじゃあちょっと私の方がですね、はい、簡単に説明をやっぱりね最初はお願いします。わあ楽しみ。はい。コメント皆さん見えてますよ。ドグマヤンキ。はい、こんにちは。ドグマです。どうも、かずみです。元気？元気？コメント見えてるよ。わあ、すげえ。もう雰囲気出てるな。でね、ちょっと小ネタなんですけど、はいはい、左上に日付が出てるんですけど、5月31日。これが今日の日付になってる。そうだそうだ。はい、左上メインの。ああ、本当や。一応まあ別にゲーム性とは一切関係ない。ありがとうございます。調整していただいたのかな。入りきる感じなんですよ、ね。うわあ。カレンダーと連動してる。優秀な舞台であることを見せてくれって言われてます。そうそうそう。頼むぞ。自分で努力をしてください。今これはね武器画面なんですけど、はいはい、結構いろいろプリセットで決めておけるんで、なるほど、持ってきます、装備セット。あ、うわ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 、大丈夫ですね、リスポーンマッチ。はい、はいはいはい、じゃあまず操作の方なんですけど、はい、はい、まあ基本的に、シューター操作、まあ、スティックで移動して、はい、ゾンビがね、さっき言ってた通りこの背中のゾンビ邪魔、はい、これがこの人が背負ってるこれなんですけど、これがあるとゾンビはこちらに気づかないです。そんないいものがあったんだな。ただしこれがですね、ちょっと撃つと、撃ちました撃ちました、ちょっと途端にこっちに襲ってくるなんて。それは撃たれて初めて認知。そう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 、おー、気づいてないだけなんだ。だから結局流れ玉当てちゃうと気づかれるんで、バラマキがあんまり有効じゃないっていうことになる。体当たりするとかだけ。体当たりは大丈夫です。なるほど、はい、体当たりは大丈夫です。ダメージ。コメントでゾンビを肉壁にできないというコメントがありました。はい、これができるんです、ね、できるんだ。ハンドガン状態で、うん、はい、あ、おっと、ちょっとごめんなさい、あ、これ、はい、俺らが動かさなかったから気分になっちゃった。あ、なるほど、そういうのがあるんですね。これがね、ゾンビシールドといってですね。あ、ここまで、あ、やばい、やばい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、ウエスクほっとくとこうなっちゃう、やられちゃった。マーベー、あんまり長い時間やっちゃダメなのね。大丈夫ですか、今僕は今助けに来たんですけど間に合わなかった。はい、ということでゾンビシールドも結構有効なんですけど気をつけて使いましょう。なるほど、体感10秒もあるかな。そんなもんだったね、あんまり長くは持たないでね。マーベーいいやつだったのね。そして食べに食われるんですね。アナログカバーっていうのを見てもらいましょう。先に言った、はいはい、隠れるっていうのはこの青いところで表示されるんですね。ここが、まあ、カバーできるポイントですね、はいはい、で行くと走っていくんですが、スッと入る。この状態から狙うボタンをちょっと押すとこう手だけ出す。あ、なるほど。あと体がこうギューンと、あ、ゆっくり上がってくれ。あ、そんなゆっくりできるんだ。できる、そんなんできるんですか、はい、細かい調整できるんです、ね、そうなんです。こういうね、これだからもう手だけ出すとで絞りのところがちょっと変わるんですよね。これちょっと、あ、ほんとだ、目で見ないと当たりませんからね、はい、どうして。ただ味方の援護するときとかにこの状態でばらまいてあげてその後に味方突っ込むとか、そういう戦略的な使い方ができるんです、ね、なるほどなるほど、はい、だからこういう壁とかでもこう手だけ出すとか、ニューニュー、で上下もいけます。ほらこれでヘッドショットも結構いける。ルールしますね。すげえ、一回これを味わっちゃうとね、他の TBS スペースできなくなります。ああ、他でやっちゃいますね。あ、なんか押し具合でも変わんないですよね。すごい、ね、細かくできるんだ、はい、ねっとりとした動き。これがね、かなりねっとりとした動き。なんでこれがサバゲーっぽいその打ち合いを可能にする、まあ、そうですね、かなり自由は本当に高いですね。はい、そしてさらにですね、はい、このアナログシステムっていうのはですね、はいはい、ちょっとこの人邪魔だ。ゾンビが、ゾンビが、こういうところにも登れるんだ。これも登れるんですけど、はいはい、この手だけ出していこう、相手を狙い撃ちできるんです。これが本当に知らんかった。何それ。こういうその
そんなんできるの？そうです。これで相手を待ち伏せしたりとか。へー。今制限時間が切れたということで。そうですね。はい。なんですけど、ちょっと説明はこのまま続けますね。はい。ちょっと本物の特殊部隊っぽいですね、はい、そうなんです、そうなんです、はい、ね、ババッと入っていって、まあ、ちょっとごめんなさい、引き続き、説明を続けていくんですけれども、はい、本当で、これはすげえなってきてる、そうなんですね、すげえな、ね、グニュグニュがカバーするっていうのはね、かなり使い勝手もいいですし、確かに、うん、これはみんなこれ買うしかないよ、すごいと思ったら買おうね、来月、そのアナログ感っていうところでもう一つ言いますとですね、こういったシャッター、ちょっと、はい、ね、これ普通だったら上げたら上げるだけなんですけど、はい、これもね、こう、あ、ちょい上げできるんだ、ちょい上げできるんだ、だけちょい上げして仲間に下から撃たせたりとか、あ、もう通ってもらうとかいろいろできる、そう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 、よし、通りました、そうそうそう、ありがとうございます、はい、お先で下ろすみたいな、下ろすで下ろしてその先通りやられる、そうそう、仕方ないね、でこの状態はラウンドが、変わっても開けたら開けっぱなしなんで、戦略的にも使えるんですね。これバチンで挟まんないですか？挟まりはしないよ。挟まりはしないよ。あとはまあスピード感みたいなことで言うと、まあこう走っていったりとか、まあその速い歩幅ですね。速い、全然速いわ。速いです。うん、すごい、はい、あともう一つ、さっきゾンビバイルっていうのがあったと思うんですけど、これはゾンビバイルですね、はい、例の鎌ですね、はい、オレンジの、範囲が出てるんですけど、ちょっと光でこれで相手ロックオンして、あ、ちょっと待って、ロックオンしたらエイヤと、うわー一撃だ、エイヤと基本一撃なんですね、基本一撃です、うわー一撃や、これね、本当は敵にやった方が演出的に面白いんですけど、今相手チームの人たちがちょっと無操作でキックしちゃったんで、あー、なるほど、はい、まあ、みたいなところで、まあ、基本的にはもうとにかく走り回って相手を探して叩くと、なるほど、うん、なるほどなるほど、はい、いう形で結構遊んでもらえるかなっていう感じですね、スピード感ありますね、はい、バイル持ってたところが速いんですね、足が、そうなんですね、露骨に速くなりますね、はい、でこの状態で走ると結構手つけれない感じになるんですよ、めちゃくちゃ速い、はい、銃持ってる時と比べ物見て分かるぐらい、はい、でこう手みたいな、これ移動の時だけ逆に使うっていう、ああ、あれだね、あるじゃないですか、はい、上級者で今みたいな机の下にいて敵が来たら足元と、そうそうそう、ああ、それ強いんだ、はい、あと結構マップをね、把握していくと面白くなってきたりするんで、はい、あと最後にね、このはしごだけじゃなくて、はいはい、バイルのもう一個の使い方があるんですね、はい、もう一個の使い方、はい、これがですね、ちょっとそういうポイントまで今ありましてるんですけど、あ、ちなみにこういうところも全部破れますね、はい、あ、知らんかった、はい、知らんかった、はい、本当だ、食べました、ドグマさんが食べられた、中で食べられた、ドグマさんが食べられた、ちょっとね、今そのポイントを、ね、探してるんですけど、勘のいい方はもう気づいてるかもしれませんね、はい、ちょっと30秒で探しきれるか、そこの後ろじゃないですか、後ろでした、あ、ここですね、はいはい、はい、なんと青い矢印上向き出てますよね、うんうん、まさか登っちゃう、登っちゃう、特殊部隊なんですよ、かなりかっこいいアクションができるっていうのを意識して作ってるので、まあ初めはねワイワイプレイしてもらえればいいんですけど、最終的にはやっぱ自分のプレイに酔うと酔うようなところを意識してもらって、でもうやっぱ仲間で誰が一番かっこいい兵士だみたいなところでちょっと見た目とかもねこだわってもらえるもんね、はい、思っております、忍者、はい、ということで、まあ基本説明は以上で、はい、ありがとうございます、いやー楽しそう、ありがとうございます、今ちょっとコメントであったんですが、解説とかもあるんですよね、基本的にその普通の TPS、FPS みたいな、はい、打撃攻撃はあるんですけれども、はい、体術っていわゆる何ですか、足で体勢崩して殴るみたいなのはないんですけど、うん、まあ、僕らキックされましたけど、うん、はい、うまいこと言うね、あれ頑張る、実はそれで言うと、そのいじり方やめてほしい、カウンター攻撃っていうのがあるんですけど、はいはい、相手のバイルに合わせてカウンターをうまく決めると、結構こうそのまま相手の首をこう持ってこうかっ切るみたいな、うん、結構そういうかっこいいカウンター攻撃とかも、近接の攻撃無双かと思ったらかわしてみたいな、カウンター的な、すごいそれ、そういう CQB 的な要素も入って、ちょっと皆さんにも早速実際にプレイしていただきたい、やったやるやる、はい、
これやりに来たからな。ごめんねみんな。じゃあちょっと一回あれですね。お二人抜けていただいて、はい、前のお二方ちょっと今見てみましょう。見てみたい。ガチさでいいですかね。そうですね。見てみたい。じゃあオンラインガッチさん、オンラインで、チームマッチ。チームマッチ。はい。見てみたい。でもう少々お待ちください。はい。で、もう完全に説明してる。お前メーカーの人。カプコン大好き。で、裏声。で他のお三方はオンラインの、あもうそこ行ってる、オンラインのオンラインをしてください。オンラインのオンラインで部屋みたいなのがあると思うんでそこに入ってください。はい、なるほど。はい、ちょっとこの間にご説明しますと、はい、通常先ほどねマミーさんからもご説明ありましたが、アンブレラコアではワンライフマッチという、はいはい、もう1回死んだらもう戦えないよというっていうのもあるんですよね。はい、あるんですが、はい、今回ちょっと皆さんにはリスポーンありきのですね、はい、あの何回でも死んでも大丈夫だよ、だから積極的に死んでいこうねっていう、優しい世界で死んでいこうねっていうものではない。そうですね、優しい世界で、優しい世界で対戦していただきたいと思います。チームが今ね、ガッチマンさんとマックスさんがアルファチームになるので、今回チーム分けはドグマンさんとネコマックス。じゃあこの2人ですね、いきます。はい、いきます。さて、ガチマンさんとマックスさんにお届けしてまいります。ちなみにですね、今日はそのリスポーン戦でやってもらうんですけど、まああの優秀なプレイヤーの人にはこちらのわぁ、なんかですか、なんですか、それはバッジをプレゼントしようかなと。うわぁ、はい、優秀な、なになに、それ何バッジ、アンブレラのバッジ。おぉ、いいなぁ、やったぁ、アンブレラコアバッジ。え、これ頑張ったらもらえるんですか。いいプレイをしたりとか、盛り上げたりとか、ちょっと面白プレイでバッと盛り上がったら一個ずつこれ差し上げてください。面白プレイ、え、1日に1個。いやいやいや、もうそれは僕の気分次第。いろんな人がだから、まあ、最終的にはね、番組通じても、はい、とにかくバッジをとにかくもうすごいずらっとこう並べて、うん、優秀な兵士としてね育っていただきたいなと。よし、じゃあスーパーアンブレラバッジもあるんですか。スーパーアンブレラでかいです、ね、没収される点が3倍取られる。逆に一回取ったやつ持っていかれるとか、奪われちゃう、奪われちゃう。ダメだったら出現したり、ダメだったらやってみましょうね。最終的にはあの集めたバッジの数をユーザーさんにプレゼント。なるほど、じゃあ頑張らないと。最終放送までに、なので、はい、皆さん頑張って100個ぐらいなんとかね。100個すごいな、予想です。はい、頑張ります。お願いします。上等兵、上等兵、頑張ります。上等兵、よし、ついてこい。こちらは前は二等兵ですから、なんか俺ら階級差があるね。だいぶあるね、それ。二人も結構うまいからな、ゲーム。油断してると、油断してる、やっぱり。俺は今日は万能君についていくから。負けたくねー。はい、お願いいたします。頑張るぞ。第2号でもいいですか。左右にコメント読んでもらおう。みんなコメントいきますよ。ごめんね。はい、お願いします。いきまーす。わー、怖い怖い怖い、緊張してきた。頑張って。いきます。行こう。行きましょう。うわー、ドキドキするの。風見はね、ドクロ顔やからすぐわかるよ。ガン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 。今回のマップなんですが、はい、アンブレララボということで、まあ、アンブレラの廃工場をですね、モチーフに、地下にある廃工場をモチーフにしてる。で、このマップは、1階、2階があるのと、あと、歩幅でしか入れない狭い通路がね、画面の真ん中に走ってる。ちょっとあります、ね。はい。で、そういうところで待ち伏せたりとか、まあ、いい位置をどれだけ取るかっていうのが、一つ大事になってくるんで。なるほど。まあ、とはいえね、初回なんで。とはいえ、初回なんで。初回なんで。もいいけど、あんだけ聞くと走り回りたくない。走り回りたいね。そうそうそう、うん、まあ、どうしようかな、迷うな、確かに。よっしゃ、おマグロ、俺ら走っていくからな、ついてこい。ついてこい、マックス。よっしゃ、マルトチャレ。今、丸い画面が出てたと思うんですけど、はい、ですか、あれは、自分の意思を相手に伝えるアイコンで、どうだ、どこだ、ボイスチャットしなくても、相手にメッセージを伝えることができる。はい、やった。マグロちゃん、なんでやられたの、俺。やられてたから、もう説明する必要ないくらい、アホな行動してたから。一匹やったんだけど、やられた。敵の真ん前に降りちゃった。早いですよ。ごめんごめん、敵の真ん前に飛び降りちゃった。確認せずに。そうなんです、今コメントであったんですけど、フレンドリーファイヤーはないんですね。ないですよ。やったどうアクス、やったぞ。2階でやりました。2階にいます。よしよしよし、2階か。よしよしよし、フレンドリーファイヤーはないんですけれども、グレネードだけ自爆があるんで、ここ。あー、OK です。ドコさん、ガンガン投げましょう。え、どこにいんの、どこにいんの。ちなみに両サイドにいるな。色の説明ですけれども、ガッチマンさんとマックスさんがブルーですね。ブルーのカラーリングにしてます。そしてネコマグロさんとドグマさんが赤のチームということになります。はいはいはい、
さっきのカスタマイズで一応色の変更はできるんですよね。そうですそうで す, そうです。なるほど。なんで今回は放送に分かりやすく赤と青にしてると。はいはい、マグロどこ。マグロはね、マグロは走り回ってた。マグロマグロがやったー。マグロー、マグロー、もうちょっとひどい。よっしゃー、マジでやろ。嫌だ、首を買ってくるやつがいる。マジでやろ。あいつら銃使う気ねえぞ。怖い怖い。あいつらジュース買えねえぞ。銃も使うよちゃんと。これ気づいたら後ろにいるからめっちゃ怖いな。うわー言うてまうな。はい、ちなみにリスポンスしたら邪魔を復活します。よしよしよし、はい、ガッチマン近接うまいってみなさん絶対。ガッチマンお前怖いな。マジでジュース買う気一切。お前ジュース使うって嫁はんのハートも射抜いたんちゃうか。うまいるで、うまい絶対。絶対ドグマさんガッチさんの奥さんまでいじりますよ。どの放送でも。だって羨ましいんだもん。ちなみに、あ、やばいやばい、ちょっとマービンさん、いつも僕、後ろにいます。あれ、敵いないんだけど。やーっそー、はい、説明しようとすると誰かが、はい、誰誰もうどこだった。やべえ、限界早くてめっちゃ面白い。マジですね、すごい。はい、マップですね。やばい、めっちゃ楽しいこれ、はい、サウンドレーダーマップと言いまして。サウンドレーダーマップ、あ、そうか、マップ見たらいいんだ。マップ見ながら撮る。あ、ダメだ、敵の位置を把握するのに。ガッチさん、その根元にいる。ガッチさんじゃねえや、ドグマさん、根元にいる。根元、根元、階段の根元。根元って何みたいな。付け根です、付け根。根元ってやついた今日。ちなみに今回は復活ありのリスポーンマッチになってるんで、制限時間内により多くのプレイヤーを倒したチームの勝ちになります。はい、今4対5ですね。そうですね、一応15人倒す終了なんですけど、時間が3分なんで多分ほとんどそれはないかな。一旦これうまくいこう。ちなみに今ガッチマンさんが投げた青いグレネードなんですけど、これが、ゾンビドラマの向こうのグレネード。よし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 マグロ、ごめん、俺4回もやられた。マップサイズは固定です。マップサイズは固定です。やった、最後後ろまで変わって。私4キルです。俺ら一緒ですよ。めっちゃいいやん。見て、俺 4ですよ俺。はい、すいません、さっき絶縁土地だったんですけど、青いグレネードはゾンビ邪魔を無効化します。つまり、そこに入ってると邪魔がなくなっちゃうんで、結構ポイポイしててもすぐ敵の位置分かるようになるんで。だから俺あれバレたんっていうのは。そうそうそう、ゾンビが走ってくんで。俺もうマグロついてくわ。じゃあ後ろ見ておいてください。後ろ見ておいてください。後ろね、あ、後ろは下キーで見れるんだよね。そうですそうですそうです、はい、ごめん間違えた。ちなみにね、あの青グレネードは結構効果範囲が広いんで、逆に敵の位置推測するのに使えるというか、敵にあれ投げてきたらあの辺いるなっていう。慎重に行きましょう。後ろはいない、大丈夫。あ、階段目、階段目。よし、取った取った。あ、説明聞こえない。これあれですかね、音声のあれが。後ろ後ろ。ああ、ナイス、やった、やったよ、やったよ、みんなやってたよ。お母さん、お二人いた。いや、マジでナイス今の。よっしゃ、惜しかったな。うまいことステルスしてる。超ファインプレー。やっぱうまいですね。やばいね。ゾンビか。ちなみに今ネコマグロさんは邪魔壊されてますね。バイルをチャージしてヒートしてるんですけれども、これはあのバイル同士がぶつかった時にカメポイントが強い方が打ち合いで勝つっていう、そういうシステムになってますね。打ち勝てるってことですね。はい、そうですそうです、打ち勝てる。ちなみにバイルチャージです。はい、あのコメントで質問もありましたが、はい、バイルチャージって言われてますけど、バイルチャージすると、バイルチャージすると音が発生しちゃうんですね。そうです、だからちょっと敵に自分の位置を伝えることになるんで危険なんですが、その代わりあのバイル同士の打ち合いに勝ってるので結構有効なスキルではあります。ちょっとマグロ何やお前。いっぱいすごいなんかゾンビついてくるから、こうやって走りたいかお前。何やってた。やった、よっしゃ倒したぞ。ガチャ倒した、ガチャ倒した。今ね、ネコマグロさんがゾンビジャマー壊れてるんで、結構なんかコメントが草しか生えてないんです。そろそろ銃使おう。やばいやばい。そうです、邪魔が壊れてるんで、ゾンビシールド使おう。ゾンビシールドはハンドガンないしをバイル状態で、そうですね、ドグマさん守って、私を守って、守って、守って、守れ、守れ、そうか、ゾンビ、ゾンビ、さすがバイオハザードの瞬間、ゾンビ、そうか、そうか、これ敵にバレるな、敵にバレるパーティー、あー、やばい、敵の、奥にいる、奥にいる、奥にいる、ゾンビって、そう、そう、アダル、ジャンピ、ジャンピ、ジャンピ、もう、これ楽しい。
結構ね、こうやってシューターが得意じゃない人たちでも結構バイブの殴り合いだけでも相当楽しめるっていうのが分かってるのかな。視聴者のごめん、声大きくなっちゃった。ちょっと楽しくて大丈夫。敵のゾンビジャンは壊れてますよ。はい、ゾンビ追いかけてる。ちょっと猫ま…え猫まです。ちょっと猫は…あっしゃー、この人は叩き取った、叩き取った、後ろからやった、やったやった、倒した倒した倒した。ちなみに武器は壊れませんので、はい、ただ弾切れはあるんでね、気をつけてくださいね。いいです、叩き取りましたよ。俺気づいた。気づくとマックスに首切られてるの。俺あいつ怖えな。あなんでそんな場所は。いや、勝った。やるじゃん。これでね、だから結構3分間フルで戦ってもらってるんですけど、結構3分でありますよね。そうですね。これ楽しい。よし、今日6時間やろうぜ。あ、どこもさん、あれショットガン、あれ何がショットガンがあるらしいです。あれショットガンもあります。はい、ちなみに大体メインの武器がアサルトライフルかショットガンの、まあいろいろバリエーションが豊富にあるんですけど、ショットガンはかなり近接に強い。もちろんイメージ通り。ショットガンでしょ。俺ショットガン使ってるよ。さっきから、はい、ショットガン使ってるの最下位だよ俺。いやでも相手の殴りを ね、バイロン警戒できるのは強いです。そうなんです。あ、上にいるな、上にいますよ、そこ。よしよし。あ、よしよしって言ったからいない。あ、ちなみにライフルって言っても、いわゆるそういうちょっとその長距離のスナイパーライフルっていうのはなくて、はい、基本的にはアサルトライフル、まあマシンガンとか、はいはい、サブマシンガンに近いものが多いんですね。なるほど。はい、あと弾薬が切れちゃったらもうゾンビバイル無双ですよね。そうですね。ないしは敵を倒すとその敵の武器も奪えるんで。あ、そっか、はい、じゃあもう積極的に殺そうと。積極的にこう。あ、そうじゃない。頭を打てば人を死ぬ。ちなみにこのステージは基本的にゾンビがクリーチャーとして出てくるんですけど、はいはい、その他のマップに行くとおなじみのいろんな人たちが出てきます。なるほど。フラーガとかいますね。そうなんです。あとね、カラスっていう意外と強敵がいたりする。ゾンビジャマが壊れると上から来るっていう、すごい。まあその辺もね、これからやってもらえばいい。タチマン、余計なこと言うな。マルマさんバレてますね。クソ、バレていたか俺が待ち構えてるの。あ、ちなみに公式サイトの方に大体出てくるクリーチャーとかも紹介してるんで、気になる人はそちらの方もご覧ください。ナイスナイスです。どこどこ、マグロどこ。2階です、2階です。今下来た、これメケパンケー。ちょっと怖い。どこの国の方ですか。ちなみに今かなり近接の殴り合いになってますけど、基本はシューターゲームなので。あ、面白い、面白い。やった、倒した。ナイス。やった、マグロ敵の首を切ったよ。後ろから行く、後ろから。やった、面白い。すごい両国的な。これめっちゃ面白いやん、このゲーム。ガッサン敵の首を切ったよ。もうこうなったら俺斧を持って走る。さっきシューターのゲームって斧を持って走る。10秒前に言いましたよ。あ、いた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 。どこどこ。ああ、よいしょ。どこどこ。やべえこれ。ダンス、マグロ、マグロ、マグロ、いけ、マグロ。オッケーオッケーオッケー。マグロ、私が。ウェイコウェイコウェイコウ。マグロ面白い。マグロ面白い。マグロが面白い。怖いんだけど。オッケーオッケーオッケー。殺人鬼が隣にいて、すごい怖いんですけど。やっちゃうぞ、やっちゃうぞ。カバー使うとか。はい、ちなみに近接強い、近接強いって結構書かれてるんですけど、実はそんなことなくて、近接で突っ込んでいってもアサルトで狙い撃ちされたりとか挑戦するので、やっぱ結構プレイスタイルによって、はい。いやもう私銃でさばいてますもん、ある程度。はい、そうなんですよ。結構ね、ドグマさんのリアクションがすごくて、なんか近接最強みたいなノリになってきちゃってるんですけど。2連続できたの嬉しくても。殺人鬼チームじゃない。はい、ガッチさんだからお二方の声がちょっと聞こえてるみたいな。ごめんごめん、ちょっと興奮してもて。ちなみに今近接が結構出が早くて強いって書かれてるんですけど、近接攻撃に合わせてカウンター取れるんで。よし、実際ダメだ。あ、そう、これダメダメだった。ごめん、超ダメダメだった。マッチコさんとマックスさん頑張ってって。どつぼにハマってしまったよ。いやー、悔しい。これ敵を後ろから発見した時のこの、そうなんですよ、やばいですね。わざと持ち替えてバイルで殴っちゃうんですね。撃てばいいのに。めちゃくちゃごめんね、視聴者みんな、声が大きい。ちなみに今コメント入ったんですけど、近接の時はショットガンで一撃でやられちゃうんで、そうそうそう、振りかぶっていってる間にショットガン撃たれて潰されるっていうパターンが結構発生しました。さっきやられたね、俺それ。今度は完全に銃撃戦でもある程度、はい、
ね。そうですね。まあまあ、全然全然銃撃戦してる。楽しくていいって書いたんで。そうですね。ゾンビは倒した後また復活しちゃうんで。復活しますね。はい。なにで。しまった。これ踏み潰すっていうのは何ですかね。あ、敵が張ってる時とか、地で踏めるんですけど。はい。ぐしゃーって。ぐしゃーって。そうです、そうです。まず打ち合って。基本は対ゾンビ用って感じですかね。まあ、よっぽど、ほふくで張って、ぼーっとしてる人は見えるんですけど。見えてたのにやられた。なんか、猫マグロ戦えるようになってきたぞ、俺。おー、慣れてきましたね。素晴らしい。結構ね、なんか。初めて20分でもう成長が素晴らしい。俺ね、俺、こういうゲームすげえ読むのに酔わない。あ、すごい、成長。ニュータイプとして覚醒してるかもしれない、今日。結構今、絵的になんかまたシューターっぽい絵になってますね。やおーって、マグロいった倒した倒した、バイルできたからショットガンで迎撃しました。わー、やられた。さっきガッチさんが落としたショットガンかな。はいはいはい、拾っておきました。やばいな、これやっぱ一緒にいた方がいいな。やっぱ一緒にいるに越したことはないでしょ。マグロについていくわ。やばい、2対1だとやばいぞ。マグロ結構ね、さっきのバイル祭りがどこ行ったやら、もうみんな結構喋んなくなってきた。こっちの方が緊迫感はありますね。そうなんです、そうなんです。やっぱそういう楽しみ方とね、ああいうバイル祭りみたいな楽しみ方と両方できるっていうのがこのゲームのいいところ。猫の画面映してくれたら。やばいやばい。あ、今猫さんの画面行けますか。猫の画面行きます。ほら、こういうところがあるからね。あ、そうなんです、そうなんです。で、これでね、上通りかかったら撃つみたいなね。解説すると一気にバレちゃうよね。全然敵がいない。下のマップの赤でピコピコしてるのが敵かゾンビか。そうですね、はい。サウンドレーダーです。今わかりましたね、レーダー露骨でしたね。はい、なんで結構動きが早いと多分敵だろうなって感じですね。ゾンビは基本的に動きゆっくりなんで。だけど、俺勝てない。倒した倒した。勝てないからこっち来て。敵のゾンビジャマーを破壊しましたね。待って、素晴らしい。待って、愛して。ちなみにゾンビジャマーは破壊された後は敵のを奪い取るってこともできるんで。そうです、敵のやつが壊れてなければ奪い取れます。あー、また後ろ。いやー、もう敵に会えない。本当にサバゲーみたいってこと。そうそうそう、なんです。そう、あ、今取り上がりましたね。すごいスピードで取り上がった。あー、ソフト感やっぱ離れてるとダメだな。俺でも楽しいシューターゲームあるんだ。ちょっと待って、近づいてなんぼか。すげえ楽しいもん。すごい楽しい。猫マグロ大丈夫か。大丈夫です。助けてよし、助けたぞ。邪魔を誰かに壊された。邪魔だけ壊したところで。あ、こんなにうるさいサバゲーはないですね。バレちゃう。痛い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 。後ろ後ろ後ろ。あぶー、やばい、やばい。どこだ、みんなどこだ。えい。ちなみに今日は何度も言いますけど、はい、リスポーンあり のルールでやってるんですけど、基本的には一落ちしたらそのまんまっていうルールがメインになってくるので、実際はかなり緊張感持ってプレイもできるかなと。あ、落ちて、うわー、落ちたよー。勝てましたねー。 3-1 で。じゃあ何もしないのにお前すごいな。早速今日のバッジを、じゃあまず初戦制したということで、お二人に1個ずつ。やったー、悔しいなー。どんどん集めていきましょう、ユーザーさんのために。俺ら頑張ってんね、俺ら。多分ね、猫マグロのおかげやからね。ダブルスコア取ってるね。さあ時間的にはもう一戦ぐらい。悔しい悔しい。やった。じゃあさっきはね、ガッチマンさんの画面だったんですけど、ちょっとマックスさんも後ろから見てたら相当キレッキレな動きだったんで、ちょっと入れ違いしてみましょうか。はい、はい、じゃあ席変えちゃうかな。名前変えちゃう。このマスクだと目立たない。そうですね。あ、ドクマさん変わります。別にいいよ。あ、変わってみましょうか。じゃあドクマさんのプレイも。ドクマさんのみんなごめんね、俺のプレイひどいけど、でもめっちゃ楽しい。はい、で変わるね。はい、僕急に説明ダメな人でもさ、バイズのおかげでやれる瞬間があるからめっちゃ楽しいですね。そうなんですよね。はい、そう、猫さんに勝てないんだよな。さあ、じゃあ先に見つけてるのに勝てない。席を入れ替えたところで見つけてるのに勝てない。頭打たないと。頭を狙ってるんだけどね。じゃあマックスさんスタートしてください。はい、お部屋を開いていただいて。よし、ゴー。じゃあ俺マックスドドドゥイって言った。はい、名前がね入れ替わってますからね。ショットガン変えた。あ、ショットガンないんですよ、そっち。あ、いいよいいよ。はい、ヘッドショットは確かに相当強いんですけど、先ほど言いました通り、カバーの打ち合いだと結構アナログでグニョグニョコントロールできるのと、あとですね、ハンドガンとバイルの時はですね、ちょっと実は左手のシールドで頭をガバーしてるんですね。あ、そうなんや。なるほ
ことじゃヘッドショットヘッドショットされづらくなるんで、あ確かにハンドガンで一回しゃがみハンドガンで、結構アサルトに対抗すると結構当たんなくて強いよね。そういうことだったのか、いいこと聞いた。なんか好きこのゲーム、ありがとうございます。素晴らしいよ、楽しい。俺ちょっとハンドガンにしてみよう。じゃあ、はい、マジで頭こいってやられないと思って頑張って。皆さんからもハンドガン対ハンドガン。おい、猫マグロ設定だから画面がすごく速くて。じってそこ。そうだよね。クションで変えないと。ハンドガン。ニュータイプ用のスピードだからこれ何やってるか分かんねえよ。そこいじって。謎のハンドガン。そこはいじって。マグロのこの何？マグロ感度って。あ、これ普通のグレネードかね。そうですね。はい、あれだけ自爆があるんで気をつけてください、ね。はい、あのグレネードは。ニュータイプ。うわあ、え、今 OKOK 後ろ後ろ後ろからもやられたのか。後ろからも今、うわあ、挟まれた。いや、挟まれたんじゃなくて俺がこれ陽動したんだよ。うわ、マジで。やりますね先輩。あ、ちょっグレネード投げてる先にいます。よろしく。ダブルグレネード、ダブルグレネード、全然意味なかった。隠れてたら、隠れてたらなんだよ、後ろがやられちゃったよ。後ろだろ。結構ね、警戒していかないと本当にあっという間に寄られますからね、このゲーム。カバー戦はこういうことですよね。はい、あ、画面映んでた。バイルなど効かぬ。あ、ダメだ。効かんの入ってるのか。いけるかと思ったんだけどな。カバーついてた。お、マックスさんが早速スタイリッシュアクションで上がりましたね。やっぱ壁のもの楽しみ。やりましたよ。スタイリッシュアクション。今一瞬反応はできたからカウンターも可能性にある。そうですね、はい、反応はできたけど遅かったから。そう、結構ね、皆さんもちろん今日初めてに近い方々ばっかりなんで、はい、これから多分発売に向けて練習していくとカウンターもポンと合わせれるようになるんで。カウンターはトリガーを押すだけでいいんですか？そうですね、右方向キーのボタンを押す、いわゆるプレイステーションだと R3 スティックの押し込み、はい。結構ね、多分やっていくうちにどんどんその武器とかの強さのバランスがも変わってくると思うんですよね。なるほど。はい、結構有効な戦略とかもその時その時で、次はああやってみようとか武器の設定をやってみようとかもちょっと楽しんでもらえるかなって。後ろか、後ろだ。ドグマさん本当に慣れてきましたね。やばいやばい、後ろやられちゃう。やばい、ダメー、またやられちゃった。なんでドグマさんが死んだら、ちょうど慣れてきました。ダメーって、めっちゃめっちゃ下やりやすそう。面白い、これなんでその遭遇戦しちゃうんだろう。だからあ、俺分かった、走りもせんと歩いてるからダメだな。やっぱ動きましたほうがいいから、走った方がいいですよ。マイルってやられちゃうな。先に見つけてるのに、ね、猫さんやられちゃうから、ね、これはだからもう R スティックを押す。そうです。あー、しまった。やばい、ね、今は結構やっぱガードしてたんですね。あれ今どう、やばい、ゾンビが今まで、嘘でしょ、うますぎるんだけど。強すぎるよ。焦って R B をしてた俺。あ、落ちた。あれ、俺に分かった。全然差が出ちゃうな。すごいですね。猫すごいですね。強すぎて、ちょっと。ゼロデスでした。コメントにも書いてあるんですけど、はい、猫マグロさんチームはクリアリングが上手いんですよね。相手のこう。猫マグロさんチームじゃなくて、猫マグロ。猫マグロ。猫マグロチームね。あれ、クリアリングした方がいいんだ。さすマグ。ちょっと今度ついてくる。よし、頑張ろう。クリアリングって何？またついてくわ。クリアリング、敵がいるから。全部の壁を見るイメージで、部屋のあれですよ、迷路とかでよくある右手法みたいな。あ、なるほど、右手を探していけばいつかゴールにたどり着く。そう、ね、右手やっていけばいつか敵にたどり着くわけ。極端な話。そうです、結構ね、だからその後ろから撃たれるのを防ぐとかね。じゃあ敵も右に動いてたらずっと追いかけっこになる。そうですよ、はい。じゃあちょっと半分の後ろ、あ、後ろですね。間違えて撃っちゃった今。あのレーダーに反応がある。結構ね、もう猫マグロがもう完全にレーダーをね、もう読み切ってるっていうのがね、すごいですよ。お前もうなんか米軍かなんか所属したんだよ。あ、いたよ、丸出し。あいつ丸出しって、丸出し、丸出しだから、丸出し、何が丸出しって気づいてなかったけど。何があいつ、でも行ったら気づかれるんだな。どこが、どこが丸出し、ね、全体が。あー、丸出し。あー、簡単簡単、嘘、カウンターやられた。やったー、カウンターやられたー。カウンターしたの？カウンターしました。
よし、片桐とさ、よくわかんない噛まれてる人。いやー、とりあえずマックスさんってことはガチさんだ。そう、俺の画面で出るときごめんね、全くいいとこないね。ごすまん。スイッチャーさんうまいこと書いてね。おっしゃい。そう。結構ね、今ちょうどあのマックスさんがやっぱりバイルで突っ込んでいたところを撃たれてやられちゃったんで、やっぱあの近接が強い強いと言いながらも、その辺はそうですね、はい、状況を見つつ使わないと。痛くそ。危なかった、今今を発見したのに角に引っかかってた。悔しい、悔しい、面白い。おーい、バレてる。結構ね、書いてある通り本当にあの、よしよし、今これでまだ2対2ですからね、ボンちゃんは3対3ができるんで、ゾンビにやられた。アビアビアさん、よっ、横から規制がずっとしてる。よしよしよし、ラッキー、抜かれた。そう、マックにめっちゃやられてるな。それ俺じゃないですよ。ガッツさんも、ガッツさんも動きが違います。調子がいい、結構ね、青チームは調子上がってきましたね。売上の調子もいいしな。なんで俺かカメラ映ってない時調子いいんだよ。カメラで。あるある。生放送あるある。今回は対戦メインでお届けしてますけど、はい、シングルプレイでは、そうなんですよね、ストーリーも、はい、ストーリーっていうか、そのいわゆるムービーが入ってくるような、あのストーリーっていうのは今回はないんですが、あの一応そのミッションクリア型の。G エクスペリメントという一人プレイ用モードもあるので、あのシューターをこれから練習しようっていう人もそのモードやれば、あの結構上達はできるというようなものがありますね。じゃあ勝手に勉強しよう。あとおー、食べたー、お疲れ様でした。いやー、面白い、楽しい、楽しい、楽しい、おめでとうございます。あ、最後カード上げたか。まだありますよ、3先なんで。時間大丈夫っすね。時間大丈夫、時間大丈夫。いやいや、最後あと1戦。めっちゃ夢中になっちゃった。最後で、はい、最後でお届けします。皆さん、僕ずっとスコア10点です。すいません、上がらないって。すいません、めっちゃ。もうちなみにこうやって対戦するときはオートマッチングですかってコメントがあったんですけど、まあ、あのマッチングの方法もいろいろとありますんで、はい、詳しくは公式サイトをご覧ください。はい、はい、よし、行きましょう。さてさて、あ、来てる、来てる、うぃー、後ろか。ゾンビさん、やれ、やれ、ゾンビを壊した。ジャマーやられた、ジャマー壊したね、素晴らしい。ちなみに PC と PS4 のクロスマッチングは今回はございません。申し訳ございません、はい、あ、壊れてないな、ジャマー。お持ちのハードでね。そうですね、はい、楽しく遊びましょう。ジャマーって3、4発で結構、いや、1発、1発、はい、意外とかすっちゃうと、だからやられちゃうんですよね、結構。やっぱり、はい、よいしょ、やばい、えげつ。いやー、今ダブルで刺したやろ。すごい、ゾンビにキルされてもキル数としてカウントされてますよね。はい、されてます。あ、来た、来た、よし、ボタン間違えた、ボタン間違えた、来てる、グー、なんでグレーを投げたんだ今。いやもう、みんなすごいな、俺だけ全然誰に回す。スピーディー、スピーディーで、悔しい、すげえ早くて面白いこれ。邪魔壊れた、やば、邪魔壊しました、ガッツさん、素晴らしい、ゾンビ頑張れ、やばいやばいやばい、ゾンビ頑張れ、ゾンビ頑張れ、美味しい肉で、ちょっと今日、あ、何が起きた、今どうなったの、これは、今2人とも倒れてる、2人とも差し合ったよ、ね、え、これ2人とも倒れた、ダブルキル、あいうち、これダブルキルもあるんですか、あいうちですね、あいうち、あいうち、邪魔もらうぜ、珍しいパターン、マジか、あ、ちょっと邪魔をつけてないと殺すなよ。おい、邪魔拾ってね、やべ、めっちゃ面白い、もう、ね、仲良しって言われてます。実況者の公式実況者チームなのにほとんど規制っていうね、今日の放送。ごめんなさい、誰も実況ができてない。冷静に実況できる。あ、一応、何？そう、対戦ではいろいろあるんです。ボクマさんの死が分かりやすい、ね、やべ、ちょっと待って、コミュニケーション取るときって、やべ、今あの物理でコミュニケーション取ってますけど、ね、あの先ほどゲームの開始時にあの出てた丸いサークルが、あれもカスタマイズできるんですけど、あれでいろんなその感情ですとか、音とか、アクションがいろいろ入ってるんで、あの基本的にはボイスチャットなしでも、あの海外の方とでも意思疎通できるような仕組みは入ってます。なるほど、はい、あー、嘘、ショット感でよかった、しまつけだ、こんにちは、なす、なるほど、やばい、
人やばい。よくやった。すごい。今ネカフグルとマックスが両方とも見えた。お互いなすってのが。これでも発売。入れ入れ入れ目の前に。目の前に。よいしょ。マスでしょ。両目乗り。でも俺も。俺もトリガー押したもん。皆さん疲れ様でした。楽しい。すごい。もう本当に守護すぎましたが、もうね。マミーさん、面白いわ。この4方の皆さんの対戦見てていかがでした？いやー、やっぱり結構ね、その本当に皆さん今日初めてプレイするような方々でも、はい、かなり動けてるなっていう印象だったんで、結構ね、本当にドグマさんも指示をおっしゃってましたけど、シューター得意じゃなくても、うん、ああやってこうバイルで、殴って遊んだりとか、でそれでだんだん上手くなってくると結構そういうクリアリングを使ったりとか、そういういわゆるサバゲーっぽい遊び方で、どんどん緊張感を楽しんでいけるような感じなんで、結構今日はね、見本みたいな回でしたね。本当ですか。初めバイル祭りでやっといて、ある時誰かが気づくみたいな、あ、ショットガンで良くないみたいな、はい、ちょっとさ、最後のなんてな、バイブで2人持った人がなんかね、稲刈り行くみたいに横切ってった2人で、あ、いたと思って。ちなみにゾンビが空気になってるのはゾンビジャマーのおかげなんで、実際これで3対3とかで乱戦になってくると結構当たってゾンビに追っかけられて位置を読んでそこに行くみたいな、うん、プレーになってくるので、3対3だったらバイル祭り難しいですね。3対3だと多分バイルで走ってる間に誰か見つかってやられちゃうってことなんです。刺した後に隙がとんでもなくなる。そうなんです、そうなんです、そうなんです、やっぱ、はい、やっぱりそう万能ではないですね。そうなんです、そうなんです、まあ、なんか初心者の時はみんなカウンターもできないから、はい、そうです、まあ、結構強い感じしますけど、はい、後々ね、カウンターとかできるか難しくないそうですね、うん、これはでもマップもいろいろまたあるし、いろいろあるんでしょ、またそうですね、まあ今日は本当に初放送だったんで、ワンマップでいろいろアクション中心に見てもらいましたけど、一人プレイモードとか、あと冒頭のね、トレーラーにあった通り、バイオハザード過去作のマップとか、いろんなシチュエーションありますんで、この放送でどんどんね、そういったところも楽しんでいただければなと思っております。はい、ということで皆さんにはね、もうすごい白熱したバトルを繰り広げていただきましたが、楽しかった。まだね、2回目以降も今後もね、どんどんプレイしていただきますので、今後への目標なども考えて、はい、臨んでいただければと思います、はい、ここでですね、アンブレラコアからの告知があります。バイオハザードアンブレラコアがついに6月23日木曜日に発売されます。1週間後ではなく1ヶ月後です。はい、1ヶ月後。現在プレイステーション4版のダウンロードコードとパッケージ版、 PC 版は Steam にて予約受付中です。パッケージ版にはですね、ゲーム中に使用されている全ての楽曲を収録したなんと2枚組のサウンドトラック CD と、プレイに役立つブックレット、オペレーションマニュアルが同梱されているという豪華版になっております。はい、ぜひ公式サイトをチェックしてください、はい、そしてですね、プレイステーションストアではすでにプレオーダーがスタートしているっていうことなんですが、はい、いつも疲れたっていう、そうなんです、プレイステーションストアの方ではですね、いろんなテーマとかが特典でつくようなプレオーダーも今行ってますんで、そちらの方もぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、はい、プレオーダーも皆さんお見逃しなくということでですね、はい、そして今回プレイに使用しておりましたパソコンは、パソコンパーツレベルインフィニティで有名なユニットコムさんのご提供でお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございます。これ持って帰ってもいいですか。これ欲しい。これ欲しい。めっちゃ欲しい。マジで欲しい。このサイズ欲しい方は秋葉原にこちらのですね、お店があるんですよね。ユニティさんのお店がありますので、すげえコンパクトな、ぜひ遊びに行ってみてください。おしゃれ。具体的な値段わかんないです。具体的にはグレードがあるんじゃない。あ、そっか、ね、ガチで買い替えたいかな。でもコンパクトですげえいいよね。そうね、もっとでかいからさ、PC 版で買おうかなってコメントもありましたけど、使いやすい。これ半分ですもんね。そうだよね。これ2台あるからね。値段見てこよう。すごい、はい、はい、ということでですね、そろそろ放送終了の時間なんだろう。早いな。皆さんどうでしたか。もっとやりたい。もっと首借りたい、ハンターみたいな。やばい、怖い。あと6、7、8、10、24時間はやる。多いな。全部多いな。メンバーローテーションして何十時間放送やろうやろう。やろうやろう。やってもいいかもしれない。ずっとできる。面白い面白い。ね、スタッフさんがふざけんなって顔して。殺す気かって。面白かった。ね、うん。あっという間でした。はい、ということでしたが、マーミンさん、今後は
この企画どうなっていくんでしょうか。登場して早速なんですけど、僕ちょっと来週再来週と来れないんで、皆さんと次お会いするのは発売日放送かなっていう感じなんですけれども、まあ別の人が来たりするんですが、まあね、実況公認プレイヤーのチームの皆さんも、それからねゲストの生主さんもね、どんどん登場するっていう形になりますんで、引き続きこの放送を見ていただいて、はい、で発売した後はもうぜひ皆さんこのお三方中心に生実況者の皆さんと楽しく対戦していただければなと思っております。はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。来週の情報がもう出てますね。はい、次回の放送は来週火曜日の8時から放送予定です。ゲームの学校第101事件目にて放送予定となっておりますので、ぜひぜひチェックしてください。いやー面白かったな。次回はこちらにいるガッチマンさんとネコマグロさんに加えてですね、以前もネコマグロさんと共にイベントでアンブレラコアプレイされたというなんとアメネコさん、そして新進気鋭の謎の実況者小色さんがいらっしゃいます。謎ですね。これは僕今日の動きが悪かったから次回いない。違います。あれもうと事前に判断早いな。今日だけじゃ、今日で決まったわけじゃないですか。事前に決まってたから、ね、早いなと、ね、はい、安心していただければと。そうです。また僕は翌週にまた、はい、ぜひ、はいはいはい、そしてですね、なんと発売日以降は視聴者の皆さんとの対戦も予定しておりますので、ぜひぜひそちらを待っていただければと思います。画面見てね、俺の首借りに来いよ。予習して変えよ、はい、首を借りるって新しいですから ね。はい、ということでぜひぜひこれからまだまだ9回ありますよ皆さん。ね、楽しみ楽しみだね。でもね、うん、3人はいっぱいできるんでしょ。だから買っていっぱいユーザーで入ってもらえばいいんだよ。入っていいの。入っていいの。じゃあ買って入る、うん、こっちでこの人キックしようって言って言う。アイディアアイディアみんなでやれていいね、うん、でもね。そうですね。はい、でもこれ選んだ人だけ一緒にこうマッチングするとかできるんですか。できるんで、できるんで、できるんで、できるんですか。じゃあ、じゃあ、できるんで、ね、はい、やろうやろう。9回である、はい、その辺の細かいルールなんかもこの番組で発表していきますので、はい、ぜひ放送の方楽しみに。いや楽しみだね。楽しみ、はい、まだ基礎でそうだよね。はい、そして、マービーさん、はい、もしかして。そうですね、じゃあちょっと一応今日の最終的に MVP にファイナルバッジをちょっと申請しようかなと。ファイナルバッジ。ファイナルバッジ。ありがとうございます。ファイナルバッジはもう、規制のドグマカサミさんね。2個目。いや、すごい楽しんでると思うよ。いいですか。はい。やった、俺一番下手だったのに。めっちゃ楽しんでたもんね。横からずっと楽しんだものでしょうということで、はい、いただきました。ということでね、今日は2個1個で、はい、ガチマさんはちょっとこれからまたバッジ獲得に向けて、ね、ちょっと僕はもうもらえないですよね。まだわかんないからね。まだわかんないです、はい、まだ僕ちょっとこれ下手なんで、はい、これからあと9回、8回ですかある中でちょっと上手くなるところをね、見せていかないといけないですね。そうですね。最終回でまたバッジもらえるように頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。じゃあ最後に、トレーラー2、バイオハザード4の舞台をテーマにしたトレーラーを見てもらってお別れになります。はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。はい、バイバーイ。バイバーイ。また来週お会いしましょう。Confirmed. Kill anything that moves. Do you not know what to think here? Failure is unacceptable. Proceed.
with Operation Annihilation. Roger, moving out.